万博の建築もいろいろな国、いろいろな立場の人たちがつながっているこう未来っていうものに思いを馳せる、はい、空間のイメージと空を見るっていう、うん、じゃあ木造で作ってみたらどうなるのかなと、うん、世界最大の木造建築ですよね。そうですね、完成するとそうなりますね。この木造のリングもね、強烈に多分、うん、あ、こういうものができるんだと、うん、だったらこういうのもありなんじゃないのっていうふうに子どもたちが考えて、その先の未来を作ってくれるんじゃないかなっていう期待はありますね。次の文明こう作っていくときには必ずやっぱりこの建築っていうのはすごく大事な分野になるんじゃないかなっていう、一点の建築だけではなくてコミュニティそのものの共鳴の一つの仕掛けにもなりながら新しいこの文化を作っていく、一つの何かじゃなくて、いくつもの、うん、まさに多様な何かから出発して、うん、でそれが関係を持つことでより多様になるでも最後はつながり合った時に一つの何かっていうのを作り出せるんじゃないかなっていう、うん、はい、今日のゲストはですね、あの建築家の藤本壮介さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、もう本当に藤本さんには大変いろいろな場所でお世話になっているんですけども、もうあの世界を代表する建築家でもあり、まあ、あの万博のですね、この建築家としてももう今あのつい先日新しいこのイメージをあの発表しましたよね。で、まあ、でそれ以外にもあの今ちょうど飛騨であの、まあ、新しい大学を作っているコアユーというあのプロジェクトをやっているんですけれども、まあ、その大学のデザインと駅の東に置く商業施設、これ両方とも藤本さんで、もう飛騨藤本壮介で全振りするっていうですねちょっとあのなかなかあのクレイジーな、ちょっと我々チャレンジをしているんですけども、本当にいろんなところでお世話になってます。よろしくお願いします。まず、まあ、あの今日、まあ、このシリーズですね、まあ、今文明に問うというようなあの、まあ、キャッチコピーであのやっているんですけども、あのまあ、藤本さんをゲストにお迎えするこう理由としては、まあ、あの一つはやはりこの建築という分野がですね、非常にこのロングスパンの中でものを考えていると。でちょうど100年前ぐらいですかね、まあ、バウハウスというあの ドイツでですね、まあ、いろいろなこの分野がこういう、まあ、集まって、まあ、次の時代をこう作るような新しいこうクリエーションっていうものをこうあのまあ、考えていこう。でその中で、まあ、季節して建築っていうのが一番重要な、まあ、クロスポイントになり分野になっていって、でその考え方がモダニズムとしてアメリカでこう花開いて、この100年間世界を席巻した、まあ、近代でありモダニズムっていうものがこう生まれてきたという、まあ、それは、まあ、まさに次の文明をこう作っていくときには必ずやっぱりこの建築っていうのはすごく大事な分野になるんじゃないかなっていう、これまあ私の勝手なあの解釈なんですけど、どうですかね、建築家側としては。そういう、そうですね、あのいや確かに建築ってこう時間スパンが長いんですよね。設計をしてから出来上がるまででも、まあ最低数年、長いと10年とか20年とか、でその中でどんどん時代が変わっていくときに、その表面的なこう大きな流れを追っていてはなかなかこう何ですかね、到達できない、もっとこう底の方にある大事なことを、本質的なことにちゃんと根ざしてなきゃいけないっていう意識はやっぱ建築家、どの建築家持ってると思うんですよね。でその意味ではすごく、まあ時代の一番本質を見ようとしているし、もっと言うとちょっと一番遅い、こう遅いとも言えるんですよね。あ、まあ大きなものだけに、はいはい、動かすにもやっぱり時間もかかるところがある。そうですね、いろんなことが起こって、うん、それが結局何だったんだろうっていうところが建築に最後現れてくる、うん、だから僕らも焦って何かを見つけ出そうというよりは、うん、こうどちらかというと耳を澄ましているというか、うんうん、そんな感じは今あります、ね、なるほど。藤本さん事務所をこう、まあ、東京と、はい、まあ、フランスに、はい、パリでした、はい、に持たれてると思うんですけど、うん、
まさにそのパリでも本当にあのモンペリもそうですし、うんうんまあ、今いろいろなプロジェクトが同時進行しているところだと思うんですけど、はいはい、やっぱその時に耳を澄ますっていうポイントはやっぱり日本とフランスで違ってくるようなものなんですか、ね、違うことにすごく刺激を受ける部分があるんですよね、うん、例えばモンペリエだと南フランスで地中海気候なので非常に温暖 で、うんうんうん、で室内で暮らすより外で生活するっていう、ね、あれ同じこと何でしょうね北欧とかでやったらなかなか整理しない説得力がなくなっちゃうんですね。なるほど。だからそれぞれの違いに応じての答えっていうのを出しつつも、うんうん、同時に一方で人と人がこうある程度集まって、うんうんまあ、村でも町でもいいんですけど、うん住み始めてそこにまあ文明が生まれてくる時のコミュニケーションだったり、うん、コミュニティだったり、うん、あるいはこう人と人の関係だったりっていうものは違いの中にもやっぱりどこか共通するものがあるような気がしていて、うん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 、なのでそれぞれ別々の場所でやって別々の面白さを引き出すんだけれども、うん、でも根っこにはこれからの時代に人間どうやって一緒に生きていくんだろうっていう、うんうんうんで人同士のコミュニケーションもあるんだけど、うん、関係もあるんだけど、うん、人と自然の関係、うん、人と地球の関係も同じぐらいこれ大切になってくるじゃないですか、うん、でそこにいる人と人もそうなんだけど、うん、今、まあ、モンペリエにいる人と、うん、どっか地球の裏側にいる人と、うん、このまた関係も同じぐらいリアルにこうなってきてるんですね、そうですね、だからいろいろな人と人とか人の自然の関係っていうのを、うんはある意味ではすごくこう世界各国で共通していくものがあって、うん、でも建築として現れる時には全く異なる気候風土だったり条件があって、うんうん、でその 両方にこう引き裂かれている個別性と普遍性みたいなものをもう一回こうつなぎ合わせるような作業っていうのが建築の面白いところかなって気がします ね、うんうん、ですね確かにあの、まあ、まさにデジタルの、まあ、非常に重要な本質の一つは人と人とつなぐ力ですよね。でいわゆるこう例えば何が世界にとって正しいのか、あらゆる人の立場に立った時にそれが肯定できるのか、まあ、そういうような問いが100年前あったんですけどリアリティがないって企画、まあ、あの軽んじられたりしたり、でも それがまさに今デジタルの時代でこう現実味を帯びてきて、で戦争の捉え方っていうものもまあ、かつてのようなローカルなあのものではなくて、あれあそこでこの行為を許してしまうことは世界とつながるんだと、まあ、こういった ある種リアリティの中であのやはりつながっているっていう、まあ、ここはやはりあの、まあ、単にこのローカルに寄り添うっていうことだけでやっぱりもうあの済まされないというのか、このそれでもつながっているというかある種の緊張感の中でじゃあどう空間を作るのか建築をデザインするのかっていう、ここはすごくなるほど新しいやっぱ局面に入ってきてるってことですね。だからまさにあの我々やってる飛騨のコアユーはそこをまあ大学のビジョンとしても飛騨に根ざしながら同時に日本全国とつながってでグローバルにもつながっていくっていう、でそこはやっぱすごく面白いなと思って、そこにこうそれをなんとかこう大学のキャンパスの体験としても作り出せないかなということで宮田さんとねいろいろお話をさせてもらって、初めはあの総区研究所のインフィニティビューっていうあれは確かに一つの普遍性でもあり、でもあの当時はやっぱああいう削ぎ落とした普遍性みたいなところだったんですけども、まあ飛騨のこの盆地っていうところから丘をこう見上げるっていうところに、そこにやっぱりあの同じ未来を見るっていう、そういうやっぱりこうものがある、まあ、極めてローカルなこうあの地形をモチーフにしながらも、やっぱその先にある景色を思い描くっていう、まあ、普遍的なあの体験につながるっていう、あのそういう形の建築になって、まさにローカルとあのこうグローバル、まあ、あれがなんていうのか表現されたものですし、大学としても本当に志を、あの非常に美しいあの形デザインにしていただいたので、まあ、とってもエキサイティングな体験でしたね。そうですよね。だから総区研究所がこう水平線の一点をこう見るような、であれはあれである種のこう絶対性というか普遍性に
こう向かっていっていて、でその要素はそこはやっぱり一つずっと継承していける部分かなと思いつつ、それだけでもないですよね、うん、そうですね、はい、そうですね。で、まあ、飛騨には海ないよねっていう話から そうですね、そうすると必然的にこう空を見上げるような感じに、うんうん、なるかなっていうのと、やっぱりあそこに最初に行った時のこう山に囲まれてる盆地の、うんうん、しかもかなり迫ってきてますよね、包まれた感じ、はいはい、ですごくそれが逆にこう心地いい気がしたんですよね、うんうん、地形なんだけどもすごく守られていて、うんうん、でそこにいるみんなが一つの場を共有しているような、うん、そういうこう感じがあったので、あ、これは何か飛騨ならではの、うん、この場所ならではのコミュニティ、うん、あるいは人の集まり方みたいなものかなということで、なのでちょっとすり鉢状に最後なりました、ね、まっすぐな丘、ね、はい、最初まっすぐな丘だったんだけど、はい、少しこうすり鉢状にすることによって、まあ、真ん中を向くとみんなでお互い認識できますよね、はい、お互いが向き合って、で、うん、地元の人、まあ、半分半円みたいな感じなのでね、地元の人とコアユーが向き合って何かを共に作るっていう、うん、でも一方で外側を見るとこう未来に向かって、未来に向かって、はい、空に向かって消えていく、はい、でその先に何があるんだろうっていうこの感覚っていうのは、うん、やっぱりあの飛騨の町に行った時にこの山の向こうっていうのを想像しながら、未知なるものをこう想像しながらっていう、うん、この世界観だよなと。そうですね、まあ、その時にも、まあ、総研究所のような一点ではなくて、うん、いろいろなポイントでこう、はい、空に思いを馳せることができるっていうのも、うんうん、やはり多様な未来っていうところにもやっぱつながってますよね、はい、うん、だからまさにその近代っていうのがある意味では一つの回答、うん、まあ、一つの出発点と言ってもいいかもしれないですよね、うん、で最終的には世界に散っていって、うん、ブラジルのモダニズム、うん、日本のモダニズム、うん、インドのモダニズム、いろんな、うん、アメリカのモダニズム、いろんなモダニズムになったんですけども、なんかそれでもやっぱり一つのこう何かっていうのがあった、うん、でじゃあ100年後の我々はっていうと、一つの何かじゃなくて いくつもの、うん、まさに多様な何かから出発して、ね、でそれが関係を持つことでさらにその多様性が多様になる、うん、より多様になる。でも最後はつながり合った時にそれがただちりぢりに散っていくんではなくて、うん、どこかでもう一回こうつながり合った、うん、あるいは響き合った、宮田さんの言葉でいう響き合った一つの何かっていうのを作り出せるんじゃないかなっていう、うん、予感のようなものはありますね、うん、まさに万博の建築もそういうコンセプトにもつながってますよね、はい、そうですね。あれもやっぱりこう、まあ、多様な個性、多様な未来、まあ、世界中の人たちがそこに集って、うん、まあ、いろいろな国、いろいろな立場の人たちが未来を表現すると、はい、まあ、それは本当に素晴らしいし、うん、それをこう受け止めつつも、はい、ただ緩やかにこう同じ空を見るというか、うん、まあ、つながっているこう未来っていうものに思いを馳せるようなこう、はい、あれもこう縁で多様性をこう内包しながら包み込む場でありながら、はい、屋根の上が少し緩やかに内側にカーブしてるんですよね、はい、うん、同じようにやっぱこうそこで同じ空を見つつもまた、はい、多様な未来を見れるっていうような、うん、でそれを木造でやったっていうのはすごいですねそうですね。あれを最初はそのこう円っていうね、うんうん、空間のイメージと空を見るっていう体験ベースで考えてたんですけど、うん、じゃあどうやって作ろうってなった時に、うん、やっぱり、まあ、今ヨーロッパでやっていると木造木で作るっていうことに対する強烈な文化的な何かパッションがなるほどものすごい勢いで湧き上がっていて、確かにそうですね、特にここ数年は本当にこうひしとそれを感じていたの で、うんうん、で一方で日本にいるとそこまで、うん、まあ、すでに木造の文化っていうのがあるので、うん、それの良し悪しも分かっているし、うん、メリットデメリットも分かっているから、そこまで一気にその逆に降っていくっていうことが多分まだ起こってなくて、でもこのままだとなんか置いてかれるんではないかと、まあ置いてかれるっていうのはちょっと変な言い方ですね。まあデジタル敗戦って日本に言われてますけども、やっぱりこう世界
が向かっているあの世界との認識のずれの中で、まあビジネスそのものもやっぱりこう遅れを取るっていうようなことにもこうなってきているので、まあこの認識のずれっていうのはやっぱりいろいろなところに波及するでしょうね。せっかく1000年以上の木造の文化があって、で成熟した今現在も木造のこうインダストリーがあるにもかかわらず、世界の流れから取り残されてしまうのはもったいないなということで、でじゃあ木造で作ってみたらどうなるのかなと考えてみて、でも1周2キロメートルぐらいの6万平米の屋根なので、あれあんまりアピールしてないですけど、はい、世界最大の木造建築ですよね。そうですね、完成するとそうなりますね、はい、ただあれなんですよね、木造こう最大っていう言い方が何をもって最大っていうのかっていうのは、はい、結構いろんな高さなのか、あ、なるほど、その床の床面積なのか、はい、でいろんな解釈があるので、延べ床面積、まあ高さは多分もっと高いのあるでしょうけど、はい、延べ床面積では最大延べ床面積でも高さはないんだけれども、すごく大きな広がりのあるあの例えばオフィス、はい、オフィス街みたいなものとかを木造で作るみたいなのっていうのはフランスでは計画とかあって、 あるんですか。あと大学キャンパスを木造で作るとか。なるほど、そんな木造熱高いんですねフランスは。もう今ね、新しく作るものもう全部木造でやるぐらいの勢いなんですよ。あんな石の国なのに、そう、石とコンクリートの国なのに、コンクリートの国なのにコンクリートはもう使えない雰囲気なんでしたっけ。コンクリートは基礎とかには使うんですけど、うん、あとコアですね、うん、真ん中の。だけどそれ以上に使うというのはほぼもう罪悪感をみんな感じていて、ステイナビリティ、カーボンニュートラルの観点からですね。そうですね、でなので、まあ、必死にこうみんなどう作るのか、うん、だからまだレギュレーションも完全には整備されてないんですけれども、うん、それをこう一緒になって作っていくっていうパワーはあるんですよね。なるほど。で、まあ、なんでこう我々も巨大木造を作ってみて、うん、でまあ、日本の施工技術、それから木材の林業、それから木材の加工技術自体はものすごくレベルが高いので、なるほど、やろうってなって目標がセットされればこれは作れるんですよね。なるほど。でその木材で大きいものを作ったっていう経験が、はい、これからなんか日本のその建築そのものをまた再定義していく可能性もありますよね。そうですね、ある程度高い建物を木造で作ってみようとか、はいはい、あそこでこう培われた技術とか、うん、なんでしょうね、マネジメント の、はい、あのスキルみたいなのがなんか全国になんか散っていくっていう。そうですね、うん、あとはまあ万博ってやっぱりあの70年の時も太陽の塔を見て、あるいは万博のあれを見て子どもたちがこうわーってなって、うん、で その子どもたちが今の未来を作ってきたわけですよね、うん、なので今回の万博もあらゆるこうそこで見たあらゆるもの、子どもたちが見たあらゆるものっていうのがこの先の未来をどう作っていくのか、どう定義していくのかっていうことのこうまあ種になっていくわけですよね。なのでまあ、木造だけがあの正解ではなくて、そこにいろんなテクノロジーだったり、うんうん、まあ、アートだったり表現だったりある、うんうん、その全てがあの意味を持っていると思うんですけども、うん、この木造のリングもね、強烈に多分、うん、こういうものができるんだと、うんうん、だったらこういうのもあれなんじゃないのっていうふうに子どもたちが考えて、その先の未来を作ってくれるんじゃないかなっていう期待はありますね。まあ、藤本さんの建築って、まあ、本当に、まあ、万博のこのリングみたいなこう圧倒的なスケール感とか、はい、まあ、あるいはあのこの間中国 あのコンペでグランプリを取った浮かぶ島みたいな、はいはい、ものすごい何でしょうね、スケール感で圧倒するような、あのでかつやっぱりもうあの狙ってないのに映えてしまうというのか、まあ人を引きつける、はい、あのそういう こう強さもありながらも、なんか、まあ、本当にやっぱ天才だなって思うのが、一人一人 の、 その子どもたちも含めた、うん、そこにいる人たちの体験にも寄り添う、はい、そういう繊細さもあるんですよね、はい、でまあ、本当に初期、まあ、あ の頃の作品のもう情緒障害児の施設なんかも、はい、一人一人がどう視線を合わせて、うん、どう心地よくこの場所で過ごせるのかって、それをこう、うん、
障害を持った子どもたちに思いを馳せながら、はい、まあ、空間をデザインされてたりっていう、うん、まあ、私も医学分野で精神医学の人たちと、はい、あの話したり、まあ、そういうプロジェクトに関わってきたので、もう なんてこう、うん、繊細でこう精緻な、うん、あの、まあ、空間作りなんだろうっていう、はい、まあ、そこにもこう常に感動してるんですけども、うん、まあ、万博っていうある種何が来るかわからない雑な空間という中ですね、こうカオスの空間の中で、まあ、これから多分あの、まあ、さらにこう具体的な、でしかも得体の知れないものがどんどん入ってくる中をどう、まあ、マネジメントしていくのかなっていうところも興味があるところなんですけど、どうですか現状。そうですね、あのまさに今宮田さんおっしゃっていただいた巨大なもの、すごいダイナミズムを持っているものと、うん、すごいヒューマンなもの、うん、これがこう矛盾なく同居しているっていうのがやっぱ建築の大きな魅力だと思うんですよね、うん、で良い建築であればあるほど、うん、この両極端とその間、うん、こうつなぐようなグラデーションでこうつなぐような、まあ、建築の言葉で言うとスケール感っていうんですけど、うん、小さなヒューマンスケールからこう大きなスケールまでがこうつながっている感じ、うん、でまあ、今おっしゃっていただいたように最初僕キャリアの初めが、まあ親父の職業だったっていうのもあって精神医療施設から始まって、でそこでやっぱり人と人のこう距離感だったりこう真正面で向き合ってるのかちょっと斜めで向き合ってるのかこう平行に並んでいるのかで全然違う関係がこう人と人で生まれるみたいなところからスタートしているので、まずはそういうヒューマンスケールとこうすごく繊細な人と人の関係、うん、人と空間の関係から始まってたんですよね、うん、で僕は田舎で育ってたので、うんうん、こういや裏の雑木林みたいなところでまあ遊んで育ったんですけど、うん、森の中のスケール感っていうのは絶妙にちょっと影に隠れたりとか、うん、あの少し様子を伺ったりとか、うんうん、そういう、こうヒューマンなでもこう多様な場所がある、うんうん、そういうのがまずベースにあるんですよ、うんうん、そういうこうところに魅力を感じつつ建築をやり始めたんですけど、うん、建築を学んでいくと同時にすごい大きなスケール感っていうものが持ってる力みたいなものも徐々にこう理解し始めて、うんうん、で今パリに事務所があるんですけど、うん、パリの街っていうのがまさにその両極端がものすごく見事に同居して常に入れ替わっているような場所なんですよね。でごちゃごちゃっとしたとこはもう角にカフェがあって、でちっちゃいテーブルがあって、でちっちゃいカップでコーヒー飲んでっていうヒューマンな街からすぐに横に出るといきなりわーっとこう軸線が通っていてオペラ座があったりとか、であのダイナミズムに触れた経験がなんかだん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 とこう自分の中でもこう広がっていって、うん、なので本当最近なんですよね、そのスケール感、スケール感大きなものと、はい、なるほど、なるほど、でこれをうまく組み合わせることができると非常に建築自体も魅力的になるし、うん、から風景としてもすごくこう印象に残る、うん、で万博の場合はとはいえ、うん、全部を作り込むわけにはいかないので、まあ、そうですよね、だから委ねなきゃいけない部分があるっていう、はい、そうですね、まさにこう街を作るんだけど、うん、全部の建物を全部自分が設計するわけではないので、うん、街の大きな骨格を作りながら、でそこにはまあリングをですね、うんうん、そこにはヒューマンな仕掛けとダイナミズムをちゃんと両立させておきながら、うんうん、でもそれ以外のところは逆にいろんな人が入ってきて、うん、いろんなまさに多様なこう考え方、うん、文化、うん、デザインが入ってくることで逆にこう生きてくる。そうですね、多様であればあるほど、周りが多様であればあるほど、あのリングが非常にこうシンプルかつこう大胆にそれを包み込む、うん、はい、でも縛ってはいなくってやっぱり上に開いてるので、うん、最後大きな空っていう一番こう、うん、究極の建築みたいなやつが、うん、そうですね、上にいて、そうですね、でそこが全部受け止めてくれるみたいな、うんうん、そういうこうしっかりと作るところとあえてこう委ねるところと、うんうん、で委ねることによって言ってみればまさにこうコークリエーションするわけですよね、うんうんうん、でそれをうまくこう取り込むことができれば、うん、ああいう万博ならではのそうですね、こう
楽しさ面白さが出てくるんじゃないかなって気がしてますね。まあ、今他人事のように問いを投げかけましたけど、まあ私もあの、ね、データあの、まあ、パビリオンの担当者でもありデータ担当プロデューサーなんで、はいはい、まあ、そこをやっぱり一緒に作っていく、ね、はい、当事者ですね、はいはい、まあ、まさに藤本さんおっしゃったようにこのデータっていう、うん、まあ、来場者って今までやっぱりこうみんなが同じ体験をするそれを追体験するっていう場所だった、うん、でドバイの万博も、うん、やっぱりまだその感は否めなかったですよね、こう大きいグランドビューみたいなのがいてそれを確認しに行く、でもおそらく次のまあ万博っていうのはやっぱりこうそこに多様な体験があって、まあ、一人一人違 う, こう経験を持ち帰ると、まあ、もちろん共有されたストーリーもあるんですけども、まあ、その多様性のある体験っていうものをこの空間とともにどう作ることができるかっていうところなんで、まあ、我々のチャレンジですね。そうですね、まさにそうです。だからデータ、宮田さんのこう専門分野のデータっていうのは本当にそれが多様であればあるだけこう豊かになっていくわけですよね。そうですね、その通りです。で建築っていうのはどこかにやっぱり限界があって、うん、その一回作ると変えられないので、うん、なので建築だけで多様性を作ろうっていうのは、うん、やっぱりどこかでこう壁にぶつかるんですよね、うん、でその先のデータと連動しながらこうやることによって訪れるたびに違う体験ができたり、うん、あるいは宮田さんがよくおっしゃってるこう歩き回るルートによってこう体験が変わってきたりみたいなことがこう会場全体としてできるといいですよね。誰と来るか、まあ、家族と来るのか、はい、子どもたちと来るのか、うん、あるいはまああのシニアの方々をこうあのサポートしながら訪れるかでもやっぱ全然違う、で時間帯によっても違ってくるわけですよね、はい、その人たちをこうまあ寄り添いながらこうなんていうか感覚を開いていくような場所っていうのになるとすごくいいですよね、はい、うん、できっとおそらくそれは、まあ、万博って一つのイベントだけじゃなくて、まあ、未来の街だったり、はい、コミュニティだったり、うん、まあ、そういうこうあの世界中 の, あの、まあ、体験にもつながっていくんじゃないかなっていう、はい、そうですね、まあ、ちょっといくつかあの変化の質問を加えていきたいんですけど、はい、さっきあの藤本さんが、はい、空が究極の建築だっておっしゃってたじゃないですか、はい、で今まさにサナーのお二人ですね、瀬島和代さんと西澤龍恵さんと一緒にお仕事をしてるんですけども、うん、あの二人もやっぱり雲とか空が好きなんですよね、うんうんうん、まさに今回天井も、うん、あの壁も作らないっていうですね、はいはい、あのまあ、本当に開くような建築っていう、うん、まあ、でも藤本さんの建築でも本当にあの、まあ、アンビルドにはなってますけど、ベトン原のこう、うんうんうん、雲だったり、はい、あるいはサーペンタイパビリオンも雲、うんうん、だったりして、なんていうか空とか雲がすごくモチーフになるっていうことが、はい、うん、なんかすごいあの共通する部分なんですけど、はい、それはどういうところに惹かれるっていうのがありますか、うん、おそらく、まあ、僕の場合は建築ってやっぱり硬いじゃないですか、うんうん、で作ったら動かないし、うん、でどうしてもこう重い硬い、うん、でそれに対して空だったり雲だったり、うん、常にこう変化してますよね。なるほど。であれが素晴らしいなと、まあ、確かに雲の形も空の景色も一回性ですよね、はい、そうですね、あの似たように見えて全く同じものって絶対ないですからね、はいはい、だからものすごいシンプルにただ頭上にあるんだけど、うん、見てると常に変化しているし、うん、でそれによってこの地上のこう当然気温も変わるし、うん、雰囲気も変わるし、うん、からある意味で羨ましいなって思いが多分あるんですよね。 あれは絶対建築では到達できない、うん、でも建築的な、うん、こうまさに環境全体を作ってるっていう意味では、うんうん、で僕にとっては森っていうのもその一つで、うん、森空雲あたりは、うんうん、本当にこれは究極の建築だし、うん、でも建築では絶対到達できないな、うん、故にこうなんか近づきたいっていう思いがどこかにあるような気がしますね、まあ、やっぱりあの何でしょうね、一度として同じ景色がない、うんうん、いろいろなものが重なりながら動いていくっていう、はい、やっぱり魅力ありますね、うん、そうですよね。でおそらく空もそうだし雲もそうだし森もそうなんだけど、うん、人の活動っていうのもやはりこう常に変化してますよね、うん、そうですね。でそれをこう受け止める器としての建築があるときに、どうその人の活動がより引き立つようにするのか、あるいはどう空自然が引き立つようにするのか、でベトン原の時とかは
じゃあ建物も雲のような形とは言わないんだけども、うん、雲にとか空に近いある種のこう多様な体験みたいなものを作れないかっていうふうに多分思ってやっていたんですけど、だから雲が好きだけど雲みたいな形のものを作りたいわけじゃなくて、そうですね、そうです、多様な変化みたいなものを、あそこを人が歩いている姿を想像するとまたそれが、ね、はい、雲がこう、はい、なんちぎれてはひっついたりして形を変え続けるような、はい、なんかそういうイメージになりますよね。そうですね、いやあれもイメージとしてめちゃくちゃかっこよかったですねまたちょっと話は変わるんですけど、はい、まあ、まさに今あの世界そのものも大きな変化の視点にあって、はい、まあ、今文明に問うという、こうシリーズを企画したのもやっぱりこう、はい、経済の姿とか社会の姿が大きく変わってきてるんですよね、はい、でちょっと前までやっぱりもうあの人が、あの、まあ、産業革命以降といかに合理的に、はい、あの経済活動を動かしてそこに歯車にはまるのか、うん、まあ、これが生き方だっていう、はい、あのもうそういう暗黙のこのプレッシャーの中で町が作られ、はい、建築がはまっていき人がそこにあの生き方をはめていくっていう感じだったのがもう大きく変わり、はい、であの実際のこのいわゆるこの国同士とか社会の中でもやっぱり持続可能な未来とか、うん、あるいはウェルビング一人一人の豊かな生き方、うん、まあ、こういうものが先にあった上で、うん、じゃあ経済をどうはめるのかと、うん、手段としてじゃあ街をどう作るのかと、うん、こういう転換点が今訪れつつあるんですけども、うん、まあ、この数年ですかね、あるいは藤本さんのこの最近の中で何かこうあのインパクトを感じたというのか、うん、なんかこれは改めて、うん、あのすごく印象的だなみたいなことってのはありましたか？うんうんうん、そうですね、あの2ヶ月ぐらい前にミケーレ・デルッキーさんと白屋ホテルでも、はい、白屋の1つコラボレーションしてる部屋を作ってくれた、はい、で彼が神戸で展覧会をやって、でそれに来日すると、はい、来日に合わせてトークイベントをやるって言った時に僕を指名してくれて、はい、でまあ、白屋の時に一回ねミラノのスタジオにお会いしていたんですけども、うん、で久しぶりにちょっとコロナで延期になってたんですけど、うん、久しぶりにこの間お会いして、うん、でトークイベントやったんですけども、うん、その、まあ、トークの前にいろいろ話して一回しか会ったことがなくて、で、まあ、白屋をやっていただいて、うん、で3、4年会ってなかったんですけど、うん、思いのほか響き合ってですねお考え方が、うん、でなるほど、たまたまなんですけど神戸の六甲山の上の方でミケーレさん、うん、ホテル作ってるんですよ、うんうんうん、古いホテルを残しつつ増築をして新しいホテルにするっていう、なるほど、それがリング状のこう建築になっていて、なるほど、でそこ客室が入ってるんですよね、うんうんうん、で森の中にリングが浮いてるみたいな感じで、うんうん、で僕らはまあ、六甲山から下ってきた大阪湾でこう海の上に置いてあるリングを作ってると、でミケーレさんがめちゃめちゃ熱く、いやリングだよねと、おあなるほど、ね、もう万博のあのリングもあるしってリングにミケーレは執着してたってことなんですね。でね、リングそのものの形じゃなくてやっぱ循環なんですよね。ああなるほど。でそのホテルも古いホテルを、うん、まあ、別に壊してね、うん、新しいものを作っても多分良かったんだと思うんですけど、それはしっかり残しながら継承しつつ新しいもの、うん、でその先の未来についていくっていう、うん、この時間の循環と、うん、でこれ木造で作られてるんですよ、うん、ミケーレさんの、うん、なのでその木を森から切ってきて、うん、で建物に使って、うん、切ったところはまた植えてっていう大きな循環と、うん、あとはこう人の体験のこう循環、うん、丸いとどこから見ても違う風景が見えるというこの多様性をこう一つにまとめている循環と、なんかそれすごい、あの、はい、さっきまでしてた話とすごい共鳴するコンセプトですよね。僕がそういう話をする前にミケーレさんからそういう、こう投げかけがあって、で僕もまさにさっき宮田さんにお話して、いやそうだよねと、で今まではものを作ってそれがすごくかっこよければこういいデザインだよね、うん、なってたんだけども、うん、これからはこれがどこから来て、うん、何を経てどこに行ってるのかっていう、うん、この流れの中でしか、うん、こうデザインなり、うん、こう物事を語れなくなってきてますよね。そうですね。もうこれはあの本当につ、もうつい最近ビジネス界で起こったことなんですけども、うん、今までは物さえ良ければよかったんです、はい、
これが安く手に入るかどうか、うん、でもそうじゃなくて、まあ、いわゆるこの人権侵害を伴う強制労働を経て作られたものだったら、もうどんなにいいものでもそれはもう成立しないっていう、もうそういう状況に来ましたよね。であるいはそれをどう廃棄するのかって、まあ、いわゆるこうあのチャンスロスのために 無意味に作ってそれを廃棄する、あるいは使った後にこう環境に影響、悪影響を与えるのであれば、やっぱそれもあの成立しないっていう、まあ、それが まさにこの、あのアーティストであり、はい、こう建築家 の、うん、あのまあ何ていうかクリエーターの中でもやっぱり すごいこう何ていうか 共感する要素になってきたっていうことなんです、はい、そうですよね。だからまあ万博もねもちろんそうだし、うん、あのリングの木がどこから来て、うん、で会期は半年しかないからどこに行くのか、うん、あるいは中央の静けさの森がどうなっていくのか、うん、で単に物のこう循環、素材の循環だけじゃなくて、うん、じゃあ次の世代にどう継承していくのかっていう、うん、このなんか大きな流れもありますよね、うん、時間の中での、うん、でさっき言った子供がどう感じて、うん、あるいは今作ったものが50年後どう使われているのかみたいな、この循環もあって、でそういうなんかいろんな意味での流れの中にこう全てのクリエーションとかビジョンみたいなものが位置づけられて、うんうん、行くんだなっていうのを改めて、ね、ミケールさんとお話をしてすごく感じたんですよね。なるほど。もうなんか同じ時代、同じ、まあ、同時期に別々にこうクリエーションして、うん、その考え方がこう、うん、まあ、一致していたっていったところに、うん、まあ、すごいやっぱインパクトありますよね。はい、彼の展覧会がアースステーションっていうタイトル、うんうんうん、で架空の、建築を彼が想像して、うん、それをこうパースとかモデルにしてるんですけど、うん、コンセプトは人がとにかく行き交うステーションっていうのはとどまらない、こう行き交って少し滞在するけどまたどこかに向かっていく、うん、そこで出会ったりなんだりする、うん、でその形がねやっぱりねこうどれも全部ピュアな円じゃないんですけども、うんうん、こういう円環状をしていて流れを受け止める、うんうん、あでさらにそれを作る素材はその場所、うん、場所場所は具体的に設定されてるんですけど、うん、場所場所で調達できるものを使って、うん、でその場所のコミュニティの中でどう作るか、うんうん、どっかから施工者を連れてくるとかじゃなくて、うん、人の出るを作るか、なるほど、そのアートの作り方あるいはその先のストーリーも、うん、はい、思いを巡らせながらクリエーションに携わるっていうのは、うん、もう彼の中では自然なことになってきてるんですね。それをこうもう10個以上のプロジェクトを架空のプロジェクトなんだけども、うん、同じコンセプトで作って、うん、それをまとめた展覧会だったんですよ。なるほど。なのでここまで一貫して深く考えている、うん、まあ、それはすごくこう共鳴とやっぱり感銘を両方受けましたね、うんうん、なるほど。建築も、まあ、飛騨もそうですけれども、うん、単体としてももちろん魅力的な場所は作っていますけれども、うんうん、それがただ単体として閉じてそこにあると、うん、もうそれはほとんど意味がないですね。そうですよね。そうです。さっきのこうどこから来て何を経てどこに行くのかっていうのと同じで、じゃあ周りをどう豊かにして、うん、あれ周りをどう魅力的にしていくのか、うん、でそことのつながりとか流れみたいなものもどう再定義していくのかっていうところ込みでの建築のデザインですよね。そうですね、まあ、まさに今もこう大学を置いてそこに閉じたコミュニティを作って引きこもるんではなくて、あのいわゆる駅東の商業施設で、あるいはそこに事務スタッフのこう滞在する場所とか学生が食べる場所もこの中だけじゃなくて、この町に回遊性を生みながらこうそこであのやっぱり新しい賑わいが生まれていくと、であるいは駅東にも新しいこう体験する施設を置くけども、じゃあそこで体験してハーブを体験したらもっと本格的な施設、うん、それ街中にあったり山に行ったりとか、はい、で同じように木材クラフトワークもこう自分の木を選びに行くとか、はい、であのその山のことをあのもっと知るみたいな、はい、なんかそういうこうあの一点の建築だけではなくて、うん、コミュニティそのものの共鳴の一つの仕掛けにもなりながら、うん、新しいこの文化を作っていく、うん、まあ、これがまあ今回のまさに飛騨のチャレンジでもあり、はい、チャレンジをいろいろなこのエリアと一緒にやっていくっていう、さら、うんうん、に広がっていくっていう、ね、それができるといいですよね、はい、いやそうですね、こう人と人もつなぐし、建築の場合はその
こう立つ場所の歴史と現在と未来もつないでいくし、あるいは使ってる素材はどこからやってきて今ここにいるのかっていう意味でのこうもっと広い意味でのこう地球全体をつないでいって、うん、まあ、時間軸も含めた、はい、まあ、これからの子どもたち、あるいはその先 の、うんうん、あのまあ、あの人々、はい、まあ、そういう時間軸で、あるいはまあ過去の人々のこう、うんうんうん、あの紡いできたものに対するリスペクト、はい、まあ、こうやっぱりつながりもあります ね、うん、そうですね、まあ、ミケレのまさにあの神戸のものは、うん、そういう、 こう時間軸のつながりもあるものだったんですね。そうですね、いろんなこうまさに時間軸も含めたいろんなものが行き交う場として、うん、多分建築とか街っていうのはこうなってきて、うん、でそこに人がこう行き交うことによっていろいろなこう意味だったり価値が生まれてくる、うん、で豊かさが生まれてくる、うん、なんかそんな大雑把に言うとなんかそんな方向で、うん、こう未来が形作られていきそうな気がしますよね。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、第1回目のゲストは藤本壮介さんでした。今文明を問うという、まあ、非常にこの、まあ、力の入ったタイトルだったんですが、まあ、その問いを真正面から受け止めてですね、まあ、この次の時代に向けて建築の役割は何なのか、そして建築はつながる中でどういうコミュニティ、どういう社会が生まれていくのか、まあ、非常にスケール感を受け止めたすごく深い、まあ、お答え、まあ、を、まあ、藤本さんからいただいてですね、私自身もすごい勉強になりました。まあ、まさにこの今ビジネスだったり政治だったり、まあ、世界の中で起こっているこの未来とのつながりの中で今を考える、そして何を紡ぐのか、まあ、このヒントがですね、このやはりこの建築の中にもありましたし、でそしてもう我々 のこの前提とする常識が今大きく変わりつつあると、まあ、そういった態度を感じる、まあ、第1回だったんじゃないかなというふうに思います。それでは、次回もお楽しみに。